ワウスクイーン。おはようございます。アローズスクリーンのシーサーです、本日は埼玉県和光市にございますスロット専門店ミリオン和光10号店さんにやってまいりました、毎月街道101でお世話になっているスロット専門店です。今回対戦相手に来ていただいている方はピーマート TV でおなじみのマーサさんでございます。はい、最近ちょっとね不調というかなかなか結果を出せないこの街道101ですけれども、マーサさんは割と相性がいいというか勝ててる相手なので、まあ、今日はちょっとペースを乱されぬよう、しっかりと自分の実践をして、マーサさん以上の3枚数で勝ちたいと思ってます。そして今回のバトル内容はこちらとなってます。はい、炎の朝一騎手勝負ということですね、これは朝一騎手の3枚数ってことでしょ。なるほど、じゃあ朝一騎手に座ってそこでの3枚数で同騎手であれば移動可能ということですね。だいたい朝一騎士から動かないのである程度全然嬉しいですね。はい、もしもーし、おはようございます。アローズスクリーンのシーサです。マーサでーす。あ、マーサさん、はい、お久しぶりです。お久しぶりです。この間以来ですね、そうですね、この間お世話になりました。はい、ありがとうございました。この間あったんですよ、ユニバカサミフェスで。そう、ユニバカさんで ね、いや楽しかったですね。そうですね、すごい私はもう9割方シーズさんに本当に涙を癒されました。ありがとうございます。いえいえいえ、こちらこそお世話になりました、今回もですねサマイスバトルを行っていきますが、はい、今日はですね、はい、炎の朝一騎手勝負となってまして、朝一座った騎手で勝負、はい、朝一座った騎手で勝負で移動していいんですけど、はい、はい、同騎手の間だったら移動は可能で、はいはい、もし他の騎手に移動されるときは、はい、1騎手目をやめた時点での3枚数ということになります。なるほど。そうしたら、同じ騎手での移動だとカウントはされるということですか。はい、 OK、 です。朝一騎手の3枚数なんで、朝一例えばボーンと2000枚とか3000枚出たら、はい、もう私これでやめますっていうのありです。あ、なるほど。はい、はい、じゃあ朝一騎手で5000枚ぐらい出せばいいわけですね。そうですね、5000枚は出さなくていいですよ。やめてください、そういうのは。もうそろそろ勝たせてください。そうですね、今日、いや、そうですね、はい、というか僕も最近ちょっと勝ててないので今日は気合を入れて勝負させていただきます。はい、はい、私もちょっと頑張ります。今日はよかったです、はい、じゃあまたお昼あの中間報告しますので、はい、今日お互いいい勝負ができますようによろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまた後ほど。はい、失礼します。はい、失礼します。さあ、というわけで今回は、マーサさんに登場いただいて炎の朝一騎手勝負ということで、朝一騎手僕はもう狙い決めてますから、とある人気騎手を攻めたいと思います。それでは今回は私審査とマーサさんの街道ワンオンワンよろしくお願いいたします、ね、まあとりあえずでも、まあ、移動 OK とは言っても朝一騎手での勝負なので、ちょっと朝一騎手でいっぱいとりあえずは出したいですね。いつも以上に気合い入れて頑張りたいと思います。行ってきます。朝一こちら正宗2を選びました、導入されたのは今月に入ってからですね、まだまだ最新機種ということで街道101では初挑戦の ART 機になります。それでは、マーサさんとの街道101よろしくお願いします。さあ行きましょう。正宗2ですね、まあ、今日は朝一機種勝負ということで、朝一座った機種での3枚数でバトルを行っていくということなので、まあ、これで結果を出すしかないですよね。で、正宗2設置が4台ありますが、多分正宗から正宗に移動することはないと思うので、
この台での結果がすなわち今回の結果になります。はい、それでは久しぶりの審査さんとの街道101、もちろんあの勝つことが前提なのでしっかり私が愛用しているこのアプリでブドウもカウントしつつ、絶対に今日は審査さんに勝って、プレゼントも渡しません。よし、行きましょう参ります。まあ昨日プラス2000枚くらいなのかな、この台は。まあプラスで終わってるんで、まあ末だったらいいんですけど、どうだろうな。お願いします。お、早速ブドウ。まあとりあえず本当勝ちたいので、朝一なんかね、ダイソン並みの ATK に座っていただいてね、潰れてそのまま投資がかさむっていうスタイルが理想かな、今日はね大丈夫これ、私怒られないですか家康、利家、浮田、誰が出てきますか。ここは浮田、一発目の出陣ですけど、ここはチャンスですよ。当たるか、当たった。45元。はい、投資は2本、100枚から今日最初の ART 当選となります。おわお、昇格してしまった。これで赤眼のラン確定です。しかもダブル揃いでした。100ゲームスタートです。あれ、幸先いいですね。さあ秀吉決戦、一発目から来たらかなり有利になりますよ。残念。それでは本日1回目の赤眼のランに参ります。終了です。そして6択正解なら継続、失敗で終わり。ここまでですね。最初の RT は254枚で終了になります。勝ったな多分マーサさんは僕の投資額以上のマイナスを出すと思いますんで、勝ちでしょ。だって投資2本ですよ。もう勝たなきゃいけないです、あっちは。30個目、ちょっと早いんですけど、あの気持ちをポジティブにするために、今ブドウがどれだけ欠けてるのかをちょっと出してみようかな。ほら超いいですよ、6切ってるもん今のところ。ちょっとまだ200ゲームも回してないでブドウを語るのはちょっと早いとは思うんですけど、自分のモチベーションを上げるためにもちょいちょい出していこうかなって思ってます。198ゲーム、単独のアトペカでした。やったー、投資の方が今、300枚ですね。おしゃ、やりました、よかった、ビッグでーす。とりあえず投資分上がってきましたね。このビッグで今振り出しなので、あとはもう持ち玉で連チャンさせる。
喋りながら打ってるとなんかブドウを押し忘れてる気がする。何個か多分今のところ大丈夫だと思うんですけど、びっくりしましたね。わー、ビッグだこれは。すごい、73ゲームです。何分の1なんですかね、スーダンチェリーね。すごーい、いけました。一応ジャグレンですね、73ゲームなんで。よかった、ビッグだこれは。はい、やりました。そしてここからプラス行き、まあでも271回転しか回しなくて3000分の1が引けたんだってことは、まあまあいい引きですよね。さあ、トシエ強敵ですね。よし、さあなんとか中間報告前に3回目の当たりとなります。投手は現在850枚、ちょっと投手の方は膨らませてしまいましたけども、さあ3回目いきます。よし、強チェリーから昇格演出はありませんでしたが、ここは今日2回目の敵眼のラン突入となります。シングル50スタート参りましょうか。ある程度ここでマイナスは減らしておかないといけませんね。秀吉決戦はまだです。50ゲームスタートの敵眼のランいきます。89枚、歳へはいかん。いや、気づいたら500ゲームハマってました。どうして？あー、どうしよう、500枚使っちゃった。ああ落ちた、 6.32 だって。突然のちょっと移動しますね。あんだけ言っといてすごい恥ずかしいんですけど、ちょっと時間も時間なので、とりあえずボーナス引くことだけを専念しようと思います。移動します。はい、というわけで、ミラクルからミラクルに移動してまいりました。私が辞めた時点で相手の台が2台しかなくって、こっちの台が前日とすごくへこんでる台で、今、総回転数184回転の、まあ、136回転でレギュラーを1回引いてる状態です。本当にブドウ数えて終わっちゃったよ、さっきの台。お願いします。さあ、中間報告のお時間となりましたので、マサさんの方に連絡をしてみたいと思います。もしもーす、お疲れ様です。シーサです。お疲れ様です。マサです。あ、マサさんお疲れ様です。はい、お疲れ様です。中間報告です。はい、何言ってました、ね、午前中。ですね、はい、寝台のスーパーミラクルジャグラーを打っております。スーパーミラクルジャグラー。はい、ほー、僕は朝一、はい、マサムネ2を打ってます。予想してた通りです。あ、本当ですか。はい、ね、じゃあちょっと負けたな、はい、そう思いますか。僕より使ってるはずないもん。そう思います、本当に。はい。じゃあ私からいきますか、中間報告。あ、そうですね、お願いします。はい、スーパーミラクルジャグラーを打ちまして、はい、今なんと2台渡り歩いております。お、今、はい、2台目でマイナス800枚です。マイナス800枚。はい、ほー、いい勝負ですね。いい勝負ですか、本当ですか。はい、僕の方はですね、はい、正宗 2ART はちょいちょいあるんですけど、はいはい、全然伸ばせずに、はい、現在投資が1000枚です。1000枚、お、いい勝負ですね。ね、今通常なんで、はい、またここから ART 目指して追加投資です。
はい、私も今もうずっと2代目に渡り歩いてきて、まだ未だに2代目でボーナスが引けてないので。なるほど。もうこっからって感じですかね。追加投資中です。まだ面白いですね。面白いですね。どうなるか。あーでも、はい、マーサさんは多分使って1000枚前後でしょうからね。こっちはもうなんとかしないと。じゃあ後半戦、はい、もう残り2時間ですけど、はい、はい、後半戦もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、失礼します。はい、失礼します。なるほどなるほど。スーパーミラクルジャグラーとな、マーサさんがジャグラーならそんなに大崩れはないと思うので、後半戦こっちはなんとかするしかありませんっていうところで、あっちがちょっと投資面に関しては有利かもしれないですけど、逆に出しちゃえば追いつけないんで、そう簡単には1000枚ぐらいのプラス出ればもう勝負あったと思いますね。それではこの後もお楽しみください。というわけで、予想通りシーサさんは絵的を打てまして、マサムネ2を打てるそうです。まあ勝てるんじゃないかな、もしかしたらね。こっちはジャグラーですよ。後半戦もプラスにできるように頑張ります。ちょっと時間に余裕がないので焦ってきました。当てないと話にならないですし、次のあたりで出さないとちょっともう状況的にかなり厳しいので、あー焦るなー。まあ、サムネ頼むよ。こんなに難しかったですっけ、ジャグラー当てるの。いやー本当荒いですね。ちょっと次当たったら連チャンしてくれないと困る。うわーびっくりした、やったよかったありがとうございます。537ゲームでしかもプレミアで当たったよ。これどうしたらいいんだ、このまま止めちゃっていいのかな。受かったね、単独っすね。勝ってるよ、よかった、ビッグです。おっしゃ、やりました。長かったですね。あー鳥肌立ちました今。やっとスーパーミラクルジャグラーを打ってる気がしてきた。よかったです、投資が950枚です。来た、よかった、10ゲームです。シェリーですね。おしゃ、あれ、いいよいいよもう当たりは大丈夫です。波に乗るですね。よし、いけるいける。おっ来た、これ単独。そう、これを待ってたんです。やったー、3回転ですね、やりました。いや苦労した甲斐がありました、本当に。よかった、698枚ですね今手持ちコインが。まあと言ってもまだマイナスなので、ここで終わらせません。まだ、いやでも勝ったんじゃないですかこれね。ほら来たすごい、また3ゲームだ。おしゃ、おー戻ってきました投資、すごいね。よし、
なんと獲得枚数1006枚まくれました。とりあえず今のところプラス56枚です。いやー、まさかこんなことになるとはね思ってなかったです。すごい嬉しいです。まあでもまだまだプラスといっても56枚なんで少ないんで、もうちょっと出てもらわないと困るんで頑張ります。いやー嬉しいですね本当。赤文字来ましたね。 4ゲーム先の赤文字なんで、ここは結構期待していいかもしれません。これで年上も浮田も士気が下がっています。おっとレア役じゃないよこれ。当たった。これで4回目の ART 当選となります。576ゲーム、さあ残りは1時間ちょっとです。ここはもうまずは赤眼の時欧州ボーナスじゃ話になりません。よし、まあまずは青7でよかったです。ここできればダブルで来い。シングル、まあ、欧州ボーナスじゃなくてよかったです。ここは行きます。赤眼のランは本日3回目。ここで来ないかな。秀吉決戦、秀吉、行きます。早速1ゲーム目、ここは龍玉3つありますので合戦チャンスとなります。ちょっとこの状況で対決も迎えられませんでした。上乗せチャンスはここで6択を当てるのみ。おお、さあここで秀吉来ましたね。揃えば秀吉決戦です。揃えばここは1回目2回目ともに逆をしていってますから、そのまま行きます。揃え、外れはないぞ、終わりはないぞ。うーリプレイか。もう一丁、もう一、あーやばい。なんで126枚やめたらそこで終わりですよ。朝一消しの勝負なんで。また500ハマりなんですけど、どういうことですか。あ、本当楽れもの。飲まれたらどうしよう。あ、来た、来たよ。来てない。え、なに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 。え、来てないよ。あ、来たわ。何今の、びっくりした。ちょっと待って、今のフリーズびっくりしましたね。え、びっくりした。579ですよね。え、びっくりした。この台は500ハマるとフリーズが出やすいのかな。やりました。今普通に叩いて、まあよくわかんないんですけどびっくりしました。とりあえず勘違いかなとか言って一瞬超パニックしちゃった。家康か。おお、浮世絵のこと入った。もう一回当たりが見れそう。さあここは、ここは大丈夫でしょう。さらに家康相手にベルセルクです。ここも MB ですね。初当たりはこれが今日7回目復活。あとどれくらい時間ありますか。最終報告までちょっと時間確認します。あと20分、20分か。何枚出せる。
20分すべて ART のまま最終王国を迎えましょう。ちょっと時間ないんで分回します。あと20分。歌が流れてる。セカンドランではありそうですね。ちょっとエンジンかかるのが今日は遅かった。後半戦になってからは割と当たり順調です。ただ制限時間の中でのバトルなので、中盤に入ってようやくというところですね。いきましょう、50ゲームのセカンドランです。こういう時に来たりして秀吉決戦なかった。まあ、来たら来たら嬉しかったですけどね。行きます、オジゲーム。お、影勝登場です。ゆっくり楽しみたいところですが、残り時間がありません。ちょっとここも早めに回していきます。上乗せ、今日初めてです。はい、上乗せは単純ゲームですね。秀吉決戦、おー、見せてはくれないか。どんどん行きましょう。こんなもんか今日は。終了です。あと20分しかないんで分回しますって言って10分以上残して終わってしまいました。 ART がやっぱりバーチョー3はこれだけ台数があるので、お店のメイン機種って感じなんですかね。ここも並んで3台箱を使ってますし、こっちの反対側のコーナーもかなりいい感じですね。なんか外線こっちとこっちあるんだけど、こっちの方が出てない？そんな風に見えますね。いいですね。そしてメインコーナーのバジキズナですね。すごいね、この台も朝からぶっ放して6000枚出てるんですね。素晴らしい。まあ、ジャグラーも今日打ったミラクルだけじゃなくって、もうこっちがマイジャグ、マイジャグも結構いいデータの台今の時間でもねありますからね。これも112分の1だしね。でニューアイムの稼働がすごいんですよね。わあ、5の13とか私絶対これ進んで打つやつね、良さそうですよね。ニューアイムこんだけ動いてるんだからいいんだろうね、多分ね、この台とかも。これも良さそうですね。あ、番長、サラリーマン番長、モンハン月下雷鳴、すごいですね、この転生。1、2、3、4、5、6、7箱、5000枚は出てますね。5000枚は出てます。で、窓マギ2、この辺りが非常に今日は好調で、窓マギ見てください、すごいですね。1台へこんでますけど、4台中3台はまあいい感じですね。番長3もやっぱすごい、ずらっと番長3、窓マギ、このどっちかに今日言っとけばよかったっすね。なんで正宗2行ったんだろう。番長2か窓マギなら勝ってましたよ。はい、いる？これこの下りいる？いらないでしょうよ。
見てる人分かりますから、もう結果怖いな、負けてる気がする。なんか、いや、そんなこと言っちゃダメだ、勝ってる。収支はマイナスだけど。どうしまーす。お疲れ様です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です、マーサさん。はい、はい、終わりました。終わりました、無事に。お疲れ様でした、無事に。はい、無事無事に終わったんですか。どういう意味ですかね、わからないですけど、一応終わりました。あー、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。どうでした、今日は。楽しい実践できました。そうですね、楽しかったです、とっても。はい、あ、よかった。楽しめたなら何よりです。楽しめました。はい、はい、対象報告なので一応結果を、はい、僕の方からお伝えしましょうか。あ、そうですね、じゃあお願いします。まさむね2を打ち切って、はい、投資枚数、はい、1900枚です。はい、1900枚。はい、そして交換が、はい、0枚です。あマイナス1900枚でした。はい、はい、じゃあ私言いますね。はい、投資の方が、はい、950枚。おめでとうございます。はい、流した枚数が238枚でマイナス712枚でした。はい、あ、結果的にはじゃあマイナスだったんですね。はい、マイナスでしたけど、あ、残念でしたね。はい、というわけで今回、はい、マーサさんマイナス収支ですけど、勝負はマーサさんの勝ちということで。はい、そうですね、こんなで勝ちに来ていただいて、ちょっと申し訳ない気持ちでいっぱいなんですけど。参りました。またやりましょう。そうですね、またぜひ今度は、はい、プラスになりたいですね。そうですね、結構マーサさんとの勝負、グダグダな実戦が多いので。確かにそうかもしれないです。はい、今度はお互い頑張りましょう。はい、頑張りましょう。それでは今日はどうもありがとうございました。はい、はい、どうもありがとうございました。またお願いします。はい、またお願いします。お疲れ様です。失礼します。お疲れ様です。はい、はい、というわけで今回は厳しい内容でしたね。マサムネ2は本当に面白い ARTK なんですけど、その厳しい部分だけをこう出してしまったような感じでしたね。というわけで今回私シータの大敗でしたので、何かご用意しないといけないですね。プレゼント、もう差し出すものないんですけど、あ、アローズスクリーンのポロシャツがあるんですよ。このワンオンワンの T シャツじゃなくて、よく収録の時にアローズスクリーンのスタッフのみんなが着てる、あの紺色のアローズスクリーンって書いてあるやつですね。で、後ろに会社のロゴが入ってるやつ、あれをプレゼントします。じゃあ2名様抽選で2名様プレゼントしますので、ご応募お願いします。というわけでもう今日は大きなマイナスになりましたので、下を向いて福岡に帰りたいと思います。はい、というわけでまさかのシーサさんマイナス1900枚、交換ゼロということで、もうね、こんな勝ち方をしていいのかなっていうね気持ちでいっぱいなんですけど、もし次回また101出させていただくことがあったら、次が7回目になるんですよね、もし出たら。そういうことですよね、ラッキーセブンですよ。次こそは絶対にプラスになれるように頑張りたいですね。またリベンジさせてください。そんな感じですね。今日はありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。アローズスクリーンチャンネルへのご登録もお待ちしています。